るんですけども、ちょっとセッティングでお時間をいただきます。で、大きな音がですねセッティング中に出る可能性もありますがご了承ください。そして改めてですね、皆さんにお願いがございます。まず私の声聞こえてる方、水分補給しましょう。熱中症対策バッチリとお願いいたします。何度も同じことも言いますが、私の声が聞こえてる方は水分を一口飲んでください。お願いします。そして日よけ対策、これね矛盾するんですけども、熱中症対策と言いながらこちらもお願いがあります。帽子、タオルなどでの日よけ対策をお願いしたいんですが、申し訳ございません。日傘をご使用の方はですね、このようにたくさんにお友達がいまして怪我の原因にもなりますので、ご遠慮いただけたら嬉しいです。すみません。はい、であとはですね、ちっちゃいお友達をお連れの方に、ご案内いたします。やっぱちっちゃい子ね、自分で熱中症管理なんかはできませんので、親御さん保護者の方ぜひ見ておいてあげてほしいんですが、帽子をかぶっててもですね熱がこもって、大人の方もそうなんですけど熱中症になる可能性っていうのがあります。なので帽子をたまに取ってあげて、パタパタと空気を入れてあげてください。大きなお友達もありがとうございます。でそして写真撮影、動画撮影、このイベント OK です。 OK なんですが、特にお立ちの方ですね、私も身長が低い方なのでよくわかるんですけども、あの前の方が手を高く上げてしまいますとステージ見えなくなっちゃうんですね。でその方の動画を見ながらみたいな感じになってしまうので、もしあの高く上げるなとは言わないんですけども、上げられた方はいいお写真が撮れたら下げてあげるようにお願いいたします。はい、じゃあまだねもうちょっとお時間かかりますので、私のお話を聞いてください。で皆さんの右手の方にですね、クレをはじめとした広島県内のフードたくさんあります。美味しいものいっぱいあります。11時30分、そろそろいい香りがお腹に響く時間ですね。はい、そして熱中症対策しろって言ったって水分持ってきてないぞっていう方、ジュースとかいっぱいあるんですね。水分補給しまくれます。なのでぜひですね、この機会に呉広島の美味しい食べ物をしっかりと食べてください。そして今回は過去最多の60キャラクターが全国各地から集まってくれています。でそのキャラさんたちですね、もう交通費をかけてここまで来てくれて、みんなを楽しませるためだけに来てくれています。その皆さんの活動芸グッズを購入することになります。一石二鳥じゃないですか。キャラさんはまた呉に来てこようと思ってくれる、皆さんは楽しい、そして素敵なグッズが手に入る。はい、最高。あ、すみません、ありがとうございますなのでぜひですね、あのキャラさんたちのブースにも遊びに行っていただいて、可愛い子押せるなと思った子がいたら、何かグッズを一つでも買っていただけたら嬉しいです。と食べ物とかも結構あるみたいで、お野菜なんか持ってきていただいたりとか、あとうどんとかで、そんなものもあるのかというものもありますので、1キャラさん1キャラさんじっくりと見てあげてください。でそれとグリーティングといいまして、皆さんのもとにですねキャラさんたち、このステージ関係なくても遊びに来てくれることがあるんですね。でその場合はお写真撮影の時なんかも、まあ皆さん分かってると思いますけど、譲り合っていただくっていうのと、ちっちゃいお友達にお願いです。ご当地キャラさんって人間よりもちょっとですね、なぜか視界が悪いね。なかなかこう周りを見渡せなかったり、下を向くのが難しい子っていうのがいて、ちっちゃいお友達がいると足元にいても気づかない場合があります。なのでもしかすると蹴られちゃうなんてねこともあるかもしれないので、ちっちゃいお友達一人でパーッと近づいたりせずに、ぜひ親御さんも一緒に、保護者の方も一緒に見守ってあげてください。
これあれだよね、悪魔様のステージにフラッシーがお呼ばれした感じになります、ね、そこでなんと悪魔様からミニキャラメルで1曲やれやろう、イエーイ、なので悪魔様と一緒だってことで悪魔様にために書いたこの曲でいきたいと思います。いますよー、せーの、熊野家バンドを組んでいて、そのギターとしてもともと悪魔
馬様がやられてるということで、ちょっとミニステージみたいな感じだったね。そうだね、久々なんだよ。おーおーおー、あれだよね、1年ぐらいやってるよね。そうだね、そうだね、常に解散を繰り返してるからね。結成解散、結成解散でね。今ちっちゃい結成があって、またこれで解散する。あ、わかりました。はい、ねえ、若葉様も初広島っていうことで。よかったね、楽しかったね。まあ、まだ終わってないけど、始まった。じゃあビール飲んで帰ろうか。美味しいクッキーフライドにしてあるから、ね。そうです、まあ、ふなっしーはこの後もまたね、ふなっしーファミリーでのステージもありますので、ぜひお願いいたします。で、悪魔様もぜひぜひ広島楽しんで帰ってください。はい、ありがとうね。じゃあちょっと準備もあります。ふなっしーありがとう。はい、悪魔様ありがとうございました。どうしても悪魔にはあの様をつけたくなるんですけど、正式名称様ついてないんでね。あの悪魔様とふなっしーでしたって言った時になんか格差がちょっとあったけど、はい、悪魔とふなっしーです。さあ、それではですね、続いて